松山市一番町3丁目の坂の上の雲ミュージアムで第14回企画展テーマ展示坂の上の雲の人々が開かれています。これは小説坂の上の雲の魅力あふれる登場人物にスポットを当て、明治という新しい時代を切り開いていった人々がそれぞれの置かれた状況でどのように振る舞ったかなどを紹介しているものです。会場には県内初公開となる日記や資料、人物を紹介したパネルなどが展示されています。今回は初めて主人公以外の登場人物も中心に扱っています。具体的には正岡子規と久我勝男、東郷平八郎と児玉源太郎、小村寿太郎と金子健太郎の6人をメインにして実物資料や映像、写真パネルなどで紹介をしています。坂の上の雲の中で重要な役割を担った人ということです。言論、軍事、外交の分野で明治時代を代表する第一線で活躍した人というのは理由ですね。坂の上の雲の小説には例えばその久我勝男の死期を思う優しさですとか、と東郷平八郎の決断力とか、と小村寿太郎のその外交術っていうようなことが印象的に描かれています。そういったものをですね、坂の上の雲を読んでいただいて思い起こしながら、それで実物資料と一緒にですね楽しんでいただいて、彼らのメッセージというのを受け取っていただけたらと思っています。この展示は坂の上の雲ミュージアム4階展示室さんで令和3年2月14日まで開かれています。